アイスクリーム愛する人、アスファルトを照らす今日もサンサン太陽、この今日になぜか咲いた黄色い小さい花、そっと風に揺れて思い切り笑いたい、あの丘越えたら君と出会えるはず。久々の休みは一人でいようかな、しかし無意識に僕の本能は君へと向かうんだ。欲張って選んで一番損をした、きっと神様は見えないところからちゃんと見ててくれてるんだね。どうでもいいような失敗ごと聞いてもらうだけでストレス外よりも暴飲暴食よりも癒されるのは明日のことなんてよりも今外に出てさ、大きく空を見上げよう。大きなことやりたいなら自分の好きなこと、子供の頃思い出してカブトムシ捕まえて虫かご揺らして駆け抜けてたあの頃。